ヨルンウルバースは、スウェーデン出身のミュージシャン、作詞家、作曲家、ポップグループ、アバのメンバー。メンバーのベニー・アンダーソンと共に、アバの楽曲を自作したほか、他の歌手やグループへも、楽曲提供を行った。著作権協会国際連合会長。スウェーデンのキャッシュレス化を推進する人物としても、知られる。1945年4月25日。 スウェーデンのヨーテボリ氏に父エリックと母アイナの間に生まれる。その後、音楽家として才能を伸ばし、スコーネ県のルンド大学に進学する。1966年にアンダーソンと出会い、アバの前身となる作詞・作曲グループ、ビョルンベニーを結成し、テレビデビューを果たす。1969年3月にテレビ撮影のため、 アイネッタ・フェルツクグとアンニ・フリッド、リングスタトに出会い、後に4人でアバを結成した。アバとして、ユーロビジョン・ソング・コンテスト1974に出場し、恋のウォータールーで優勝を果たした。ウルバースは1971年7月6日に、フォルツコグと結婚したが、8年後の1979年7月に離婚した。2008年、 息子が住んでいたマンションに強盗が入り、家財道具を盗まれることが2回続き、もし紙幣がなかったらと考えるようになった。犯罪による経済は匿名性が高く、追跡が困難な現金の特質の上に成り立っているという自身の考えをウェブサイトや新聞で明らかにした。病論自身は2011年から紙幣を使うのを完全にやめており、2013年に ストックホルムにオープンしたアバ・ザ・ミュージアムでは、ビョルンの主張が掲示されるとともに、ミュージアム内での現金による支払いを受け付けていない。スウェーデン国内において、キャッシュレス化の運動そのものは、以前からあったが、こういったビョルンの活動が運動に拍車をかけることになった。2020年5月29日に、著作権協会国際連合の会長に選出された。ありがとうございます。